はい、ありがとうございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあポケモン1匹シワリプレイファイアレッド、ビードルバージョン最終回ね、行きましょう。この辺はね倒しましたと。で榊から行こうかな。なんかこれ初代とかに比べてここの幅狭くない？なんか狭くされてる。よし、あと榊の上にあるあれなんだろう、ダクトみたいなやつ、マジでなんだあれ。謎すぎるけど、まあ行きましょう。榊ね、まあでもあ、こうサイドンじゃねえのか、なんかライバルがサイドン使ってくんだっけ。ダブルニードルとギガドレン変えてもよかったっていう話だったような気もする。まあ硬くなるから入って安定して勝っていこうかな。砂かけないよね。あ、怖い顔か。あ、怖い顔よくねえな、これ。どうしよう。じゃあもう本当、いよいよ硬くなるをガン積みするしかないね。ギドキングとかニドクイーン使ってくんだっけ、こいつ。やる技ないんだよな。本当、早く終わってほしいわ、こいつ。ああ、自信ね。ああ、まあ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 。大丈夫だよね。ああ、ですよね。これは、いけるぞ。2発耐えれば、勝てるんで。うん。勝てるよね。まあ、攻撃まで6段階上げるとこまで飛ばそうかな。はい、ということで、積み終わって。たんで倒していこうかな。まだ先制取れるんですけど。6段階下がってんのに。これでも一撃倒していかないとな。てか2発耐えないと勝てないんだよな。あ、サイフォンね。あ、サイフォンから出してくれんだ。あれ先制取れない。あ、50レベルか。6段階下がるとさすがに50レベルのサイフォンには素早さ勝てないみたいですね。河原割り C のあれ、あと誰だっけ、ガルーラとか使ってこないんだっけ、忘れちゃったな、初代の。あ、ダグトリオね。はい。タイムリーなやつ出てきたな。前回やったやつだ。弱すぎて、どの技でも倒せそう。ほら !3 体いるから3回、ダメージ与えてる。てか、瓦割りってなんで3回も攻撃してんだろう。一撃のイメージだけどな。この辺も、あ、でも弱技ねえのか。なんだ、弱いじゃん。弱いね。これならいけるでしょ。半分はいく？あ、いい、いい！いいね。君かわいいね。ニドクイーン。ファイアレッドのニドクイーンでもなんかあれだね。かっこよさに振っちゃってるから。美しさがちょっといまいちだな。ニドキングはかっこよすぎる。一心。あんなに広範囲だと自分にもダメージ食らってそうだけどな。あ、いいね。いや、十分やれそうだな、今後も。やっぱ怒りで攻撃力。ふざけんな。投げんだぞ、積むの。はい、あ、金取られた。はい、ということで二度食いまで倒して、いや、ほんとさ、あ、ごめんなさい、もうアニメーション飛ばしてます。うん、マジで、長すぎてさ、戦闘が。もうね、こいつプレイ時間6時間超えてるんだよね、それで。もう、長いよな。なかなか疲れちゃうから。頑張ろう、弱虫。弱虫の次誰だっけ？ポッポか。ポッポ。ポッポどうなんだろうなあ。でも鋼の翼とか拾えるな、簡単に。まあまあやれそうな気もしてきたな。フェザーダンス、砂かけ、バメ返し、まあ空を飛ぶ、まあまあまあやれそうですね。これどっちの方が早いんだろう。まあいっか。よし、そしたらライバル戦行こっかな。よし、まあ、ライバル戦は、やること一緒。あ、違う、リザードンか。リザードンか。大丈夫かな。出してくる順番にもよるんだよな、結局。まあ、あと、ピジョットの技によるよね。ピジョットが、フェザーダンスは最後まであったな。砂掛け、さすがにもう忘れさせてるよね。
さすがに47レベルで使ってこないよね。砂かけ、砂かけがあると結構話が変わってくる。やべ、アニメーション、あー、ダメージがえぐい。あいつ、マジか、あいつそんなにレベル変わってないと思う気がするんだけど、なかなかえぐいダメージですね。マジでアイテムが足んなくなりそうだな。急所に当たったりすると終わっちゃうからな。フェザーダンスすらしてこないな。ここで、いやでもここだな、攻撃力上げるなら。どうせ弱点順に出してくるから。あれ、こないだ、こないだっていうか、セルフカンパニーだとどうだったっけ。2体目誰だっけ、忘れちゃった。たまたまか。あ、そっか、エスパー、なぜかエスパー優先していくんだよね。だ、たまたま、ナッシー・フーディンから来るから、結局やっぱピジョットで攻撃力を上げるしかないな。はい、いつものね。はぁ、積んだんだけどな。え、めっちゃ金払った。うわー、はい、積み終わんなかった。最後急所出しやがったこいつ、バカタレじゃん。何やってんだよ。どうしよう、回復もしてない。いや、どうしよっかな。油断してたな、俺が急所出すなんて思ってなかった。91じゃリザードンが耐えないよな。ナッシーで来いよ。あ、サイフォンから、あ、ありがたい。めちゃくちゃありがたい。ロックブラスト、オッケー、ロックブラストね。オッケーオッケーオッケー、これで前回まで上げてくれる。はい、そう、フェザーダンスも食らったからね。あー、これでマックスのはず。あー、もうマックスだった。オッケー、いけるぞこれは。グリーンの範囲は手持ちにサイフォンを入れたことですね。ロックブラストって強いな、なんか命中どんぐらいあるんだろう。やっぱ抜群の複数回技は強いよな。いいね、乱れ好きとかそう考えるとクソ弱いよな。ノーマルタイプな。あー、でここでリザードンか。ナッシーじゃねえんだ。まあやれることはない。あー、待って、先制取れない。あはは、負けたのでは。あー、でも半分与えるんだ。いや、俺素早さ下げられたっけ。下げられてないよね。はい、お、素早さ一緒なんじゃない。え、まあ、倒せない。あ、虫の知らせで強くなってると勘違いした。あ、そんで翼打つか最後。あー、なるほどね。あ、これはいけるかもしんない。はい、ということで積み終わって、ロックブラストを3発受けたとこね。そしてこれでレベルも上がり、転生をほぼ確実に取れるはず。さっき多分一緒だったってことだよね、交互だったからね。だから虫の知らせでもあれなんだな、ダブルニードルの方が威力低いんだな。瓦割りじゃあ2発でいけるね。あー、怖い顔か。オッケーオッケー、逆にいいわ。で耐える、急所やめろよ。え？さっき耐えたじゃん、ちょっと。はい、ということで、ボルテージどんぐらい上がったか見逃したんだよな。でも HP 満タンだからもう行こうと思ってやっちゃったけど、どうですか？一発は絶対耐える。あー、一段階上げきれてない。いやー、どうだこれ、無理か。火炎放射。あ、受けるんだ。34。お願いします！あはくそったれがよ。はい、ということでね、ようやく勝てそうだこれは。うん、これは多分勝てる、さすがにレベルも上がったし。あ、オッケーオッケーオッケー、2発で落ちるね。で、怖い顔でしょ。怖い顔して耐えるよね。こ、もういい、もういいよ、さすがに。よし、オッケー、さすがにね。もうやけどでも負ける。危ない。危なかったー。あとギャラドスとナッシーぐらい。ちょっとハードだな、敵が。
あ、行かっか、さらに。はい、はい、はい、はい。いや、待って、抜群のタイプ技がないだけで、持ってる技によってはあんまり良くないからな。しかも間違えた、今。いや、間違えてない。睨みつける読みの硬くなる。偶然です。怒っていこう。さすがの、防御の高さに睨みつけてきてるけど、意味ないですね、完全に。てか、あいつ物理技あんのかな。やっぱギャラルマーでも怒り、まあ怒りないと勝って、怒りないと勝てないよな、普通に。危ない危ないです。ここでギャラドスに負けた日にはさすがに発狂するレベルだったな。怖い顔されてるね。うん。あ、まだたまたまか。いや、一応回復しよう。怖い顔。よし。あー、オッケーオッケーオッケー。別に別に。一撃ではやれるわけない。トラビーム来ても雨降ってるから威力弱い。何？あー、びっくりした。はい、お疲れー。リビレさせてからね。ソーラービームいい作戦ですが、攻撃力を上がったダブルニードルの前では意味ないですね。ダブルニードルでいいのかな。あ、そういえばヘドロ爆弾さ、五の島俺普通に行けると思ってたらあれでしたね。武漢を60匹集めないといけない場所だったからもう無理だ、行けない。今から60匹集めるとか無理だから。うん、そもそも60個モンスターボールしか買えない気がする。よし、そしたら四天王行きたいと思います。はい、ということでとりあえずこのまま一回行ってみようかな。うん、やんないとわかんねえな、何事も。そうだよね。うん、トライアンドエラー行きましょう。まあ今のままでカンナに勝てるんだったらいいな。まあ何がやばいって PP がやばいんですよね、結局。硬くなるもさ、多分ないとピジョットに勝てないから、もうこれこの2つはもうほぼ固定だな。多分リザードに勝てないもんね、怒りない。うん、ないと瓦割り。おーい、おい、急所。なんだよ、普通に倒せてたら嬉しかったけどね。まあまだ不思議な雨もあるので。うわ、思った以上に浅いね。さすがの防御力だな、ヤドラ。待機ね。あくび。ああ、よくない。2ターン後か。2ターン後 ?2 ターン目か。で。あ、オッケー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 。波乗り？なんで？寝てる間にやれるんじゃないこれ。はい、起きる。ああ、くそったれだなー。リッチだなぁ。どうするこれ。ジュゴンってさ、大した攻撃技ないから、ジュゴンで怒りしてた方が良かったかもね。毒なんない。波乗りなんだね。これが謎い。耐えきれないんだ。あくび、波乗り、何覚えてんだ。あくびと、波乗りと、あ、急所ナイス。急所めっちゃ出る。このまま一回で四天王クリアしてもいいんだけどね、全然、俺は。うん。なんら問題がない。パルシェンね。でもよく考えたら、渡るにもやる技ねえな。絶対ヘドロ爆弾必要だけどな、本当だったら。ねえ、普通に必要だよね。これ、あられでさ、怒りのボルテージって上がんないのかな？上がるのかな？やってみよう。守るか。これ守ったとしても、あれ、俺ダブルニードル選んだ。なんだよ、ちょっと想定と違う。怒り、いいよ、守ってない。あ、厳しい。なんだこいつ、戦闘用に作られすぎている。上がれ。あ、上がらない。上がらないのか。そっか、微妙だな。上がるんだったら最高だった。知らない技、水中に身引き染められた。ダイビング的な？あ、ダイビングか。このパルシェンがダイビングを覚えていることを知ってる人あんまいないんじゃない？なんでこいつダイビング覚えてんの？あ、またあられになっちゃったじゃん。もっといい技ないのかね、あいつ。かわいそう、なんか。はい。お疲れ。とりあえずなんとなくカンナには勝てそうだけどね。まあ、何せ PP が足んなくなりそうだけど。で、ルージュラ。
これ、しかもでも結局あれだもんな、瓦割りの方がダメージ与えるもんね、ダブルニードル。じゃあマジでいらんな、ダブルニードル。 OK、 簡単で、あとラプラスか。いや、カンナ意外とやれるな。カンナはスピアーで余裕ということが分かってしまったな。とか言いながら吹雪で一発で落ちたりしないよね。半分いけ。あー、そっか。もしかかり。いや、まあまあ受ける。まあまあ受けるしダメだ。結局あれなんだよな。めっちゃ受ける。結局あれなんですよね。回復アイテムが全然ないから、まあ、全然なくはないんだけど、20個ぐらいはあるんだけど、こんな1戦闘で何回も使えるほどの余裕はないんだよ。お盆の実いいな。結局持ち物何も持ってないからな。うわ、倒せないんか。いや、使ってくんじゃないアイテム。うわー、もう、安定すぎる。うわー、そうだよね。じゃあやっぱ怒りか。怒りを最初にやっぱ積まなきゃダメだな。まあそりゃそうなんだけど、もうか9回しかないもんね。なかなかしんどいですね。これで確実に2発で落とせるね、瓦割りですよね。いいよ、だいぶ上がったな。よそっか、レベルも上がったから上がり幅が増えているのか。よし、オッケー。虫毒、あーでもちげえな、芝どうせ岩技使ってくんだよな、あいつ。古いからな。なんてことなの。まあそりゃそうだよな、虫一匹にやられたら。自分の今までのトレーナー人生を振り返ることになるでしょう。よし、行こう。ハンナだけですごい傷薬6個も使ったんだが、7個か。ここはどうですか。でもほんとさ、覚えさせられる技が、あ、泥棒もあるわ。泥棒と、なんだっけ、バメ返ししかないから、結構どうしようもないんだけど今。こいつもあれじゃない、ロックブラストしてこない。あー、岩石封じか。まあまあ素早さ下がるのは別にいいや。踏みましょう。もうイワークという名のね、ポッポに、ポッポの抜群ダメージだったら耐えられると思うんで、素早さ下がるのは諦めよう。アイアンテールか。アイアンテール覚えてんだね。このさ、アイアンテール覚えてんだ。いや、強すぎ。なんだ、びっくりした。防御下げに来たのかな。賢いな、AI が。で、怒りしていこう。あ、待って、怒りと相性悪いな。ああ、地震ね。あらゆる技をやってきてくれるな。もう一個の技何なんだろう。うわー、下がっちゃったよ。まんまと。地震、うん。まあ、とにかく攻撃力を上げたい。はい、オッケーオッケー。地震にしてほしい。急所多いって、ムカつくな。なんでそんな急所出んの？チートだろ、絶対。NPC だけ優遇されてるだろう。もう一段階上がったら攻撃に転じよう。うん、17ダメージね。かわいそう、虫けらに17も与えられない。17しか与えられない。 OK、 そしたらもう、まあ、あと瓦割りでね、いけるんじゃないかしら。うん、とはいえ他のポケモンたちにも瓦割りをやったらいよいよ PP が足りない。でもこの後使わなくてもいいか。ほら、素早さ勝てるんだ。あー、うわあ、ちゃんと負けた。ちゃんとカウンター食らったですよ。うわー、うわー、そんな取られんのお金。はい、ということで、回復アイテムなくなったんで、稼ぎに行き、とか今、すげえ今更だけど、カンナさんの立ち絵かわいい。FC ナーメン使って、完璧なエアレベルになりましたね。うん。で、多分ここはね、カンナでちょっとレベルも上げてたんで、ジュゴンでね、
この攻撃力を上げればいいだけということに気づけましたね。もう今回で終わらしちゃうよ。怒りで、冷凍ビームね。はい。大丈夫。特防だけは高い。オッケー。めっちゃ、全然受けないじゃん。思った以上に受けなくてビビったな。まあ、3段階ぐらい上げれば多分ラプラスも一撃で落とすでしょう。冷凍ビームね。はい。大丈夫。コルナよ。ボルテージ上げていく。千葉はね、千葉のエビワラーまでは倒したんだよね、さっき。あの、レベル上げるときでね。あ、波乗り。絶対にスズメバチは耐えられないけどな、あの水の量。振り続けている。多分、キココまではいける気がすんな、簡単に。はい。俵割り。いいですよ。はい、ジュゴンは落とす。そしてヤドランね。ここよし、アラレンもやんだ。これで落ちるよね、多分。あ、いいね。強すぎ。急所じゃねえんだこれ。強いな。あ、虫の知らせ発動してる、もしかして。初めて役に立ったな、虫の知らせ。うわ、守るか、うざいな。ただでさえ PP が枯渇しそうなのに。PP アイテムの落ちてる場所が全然わかんねえんだよな。わかんないとか、まあ、調べてもないんだけど。まあ、双子島とかね、行けばあると思うけど。あ、時は残りに、じゃねえわ。時はシティの上にもあんのか。で、ルージュラー。で、ダブルニードルね、もうツバメ返しに変えようかな。千葉戦でもう俺勝ちに行くので、うん、勝ちに行くから今回。いつも言ってるけど、ダブルニードルはヤドランぐらいでしか使う。あー、手が滑ったっていうか、下押したと思ったら斜め押してた。負けんじゃねえこれ。あー、耐えた、よかった。全然意味のない硬くなると回復アイテムを使ってしまったな。あ、てかそもそも瓦割りしてても負けてたかも。乱数で耐えた感じな気がする。落とさないかな。あ、落ちるんだね。オッケーです。3段階ぐらい上げればラプラスも持ってる。強いな、さすが弱虫。なんてことなの。素晴らしいですね。俺の好きじゃないスリットスカート履いてる。あんぐらい短いのだったら、いや、あんだけ短いのは入ってなきゃダメか。俺すごい長いさ、スカートのスリットスカートってなんか変なのって思っちゃうんだよな。はい、ということで、ダブルニードルとツバメ返しね、変えました。これでね、いけると思うんだよな。でね、さっき、録画はしてなかったんだけど、レベルも上げてたので、多少。イワークはね、倒して、エビワラーがね、さっきね、カウンターしかしてこなかったんですよ、ずっと。オッケー、外した、ナイス、素晴らしい、これは天才。これは天才だ。はい。で、カウンターのうちにね、硬くなるを詰めたんだよね。でもこのエビワラーも岩石封じ覚えてたんだよな。大丈夫かな。なんか HP 減ってきた時だけなんか知んないけど岩石封じ使ってきた。いや、使ってくるんかい。なんだよ、さっきと違うじゃん、条件が違うよ。じゃあどうしようかな。じゃあいっか、もう怒りで貯めるか、素早さを。ああ、カウンターね。まあ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 、怒りのダメージなんかたかが知れてるんで。あ、カウンターね。これ怖えよな。家庭に入ったらね、倒しに行きましょうよ。そう、カウンターしかしてこないんだよな、ほんと。硬くなるもう一回ぐらい入れといてもいいけどな。で、ああ、まだカウンターね。うぜえよなこれ。まだ大丈夫でしょう。オッケー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 。これで、ツバメ返し行こうか。はい。完璧じゃない。なんというタクティックス。早く令和の諸葛孔明って言われるようになりたいな。目標ね、それが。帰り気も倒すんじゃないかな。あ、オッケーオッケーオッケー、完璧。いやー、これはもう完全に孔明。ガリュウですね。三国無双もやりたいな。
三国無双のさ、あれちょっと怖いな。プラモードみたいの4ぐらいにあったよね。あれやりたいな。あ、急所ね、素晴らしい。あれ、ツバメ返しって急所に当たりやすいだっけ。いや、違うよね。絶対当たるだよね。絶対当たるは結構いいんだよ。影分身とかしてくるやついなかったっけ。小さくな、小さくなるはいないよね。あとワンチャン命中下げられるのもいそうだもんな。なんかあれじゃない、渡るとかさ、影分身ぐらい持ってた気がすんだよ。ツバメ返しで頑張んないといけない、どの道。よし、キクコね。はい。キクコでどの道ツバメ返しやっぱ必要なんで、いけるでしょう。はい、行きましょう、キクコ。おばあちゃん。頑張ろう。何してくるっけ？もうなんか、もってりしてんな。あー、いや、まあ、ダメージ見とく？はい。思ったより与えるあー、影分身してきた。お前か。お前使うんか。いや、じゃあ、もうやっぱ、ツバメ返しなきゃ無理だ。ダブルニードルじゃとてもじゃないけど、勝てないもん。あー、じゃあ、ここで怒りを積むこともできないな。影分身か。いや、でもどうだろう、何回もしてくんのかな。まあ、これでさ、ボルテージ上げたい。あ、シャドウパンチ。はーん。でも、物理だよね、これ。あ、でもこれで2発で倒せんだったらもういいな。はい。いいじゃん。とってもいいじゃん。ほんで次は？あ、ゴルバットね。あ、もうゴリ押すか。まあ、目返しで。あ、半分いかない。え、上がった？あ、そっか。162。うわっ！ほぉ！ 162、82も受けた。え？マジで？エアカッターって急所に当たりやすいやつ？大丈夫か？ 80。 いや、大丈夫はないな。もう怒りだな、一回。急所当たったらでも負けちゃうんだけど。やめろよ。やめろよ。はい、オッケー、危ない、セーフ。いや、どうする？いや、倒すか。先制取れてるんだよね。オッケーオッケー。いい、怖い怖い。倒しておこう。こういう不確定要素多いやつは倒しておこう。そして、あ、ゴーストね。ここで回復かな。ほんで、あー絶対回復じゃなかったな。呪いやんのか、つえってば。キクコさーん。ちょっと。あ、しかも倒した後も食らうんだよね、3世代目から。極悪すぎるって、その技。呪い強すぎねえか、ちょっと。ゲンガーね。あら、もう一体なんだっけ？アーボックか。アーボックまで行けば行けそうだな。2発で落とせばいいだけ。おいー！あ、急所じゃない。あー、オッケー。オッケーオッケー。もったいないけど、回復の薬をここで使ってしまおう。この後、状態異常あんまされなそうだもんね。いや、怖い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 。いや、なんか、うねうねしてる。床でなんかやってた。いけんじゃないのこれ。あ、シャドウボールか。シャドウパンチとシャドウボールってどっち強いんだろう。パンチの方が強そうだけど。国防下がった。呪われている。いやー、きついね。アーボック戦。いや、待って、呪いのダメージちゃんと見とこう。93から何減るか。自分1だっけ。いや、51も受けるってこと。42まで下がっちゃうってこと。あ、攻撃下がっちゃった。呪われている。うわー、強いな。もう勝つ気満々でいるからさ、アイアンテール覚えてんの、こいつ。あ、え、待って。勝てない。うわ、勝てない。104。いやー、いや、待って、硬くなるをすればいけるか。やばいじゃん。あー、当たるか。いや、でも大丈夫だよね、これ。あ、オッケー、大丈夫。あ振り出しに戻る、やられた。いやー、長い戦いになるぞ、これ。わーし、来たー。出た、この。仕留めにかかるときだけ弱い技をやってくれる現象。いや、どうする、これ。いや、でも攻撃力下がってんだよな。いや、待って、アイアンテールで防御力を下げられたら終わっちゃうから、硬くなるわ、やっぱやっとこう。いや、もう2発で倒せんだったら、あ、オッケー。オッケーです。微妙な感じになるな、これ。どのうち回復か。
全然何も OK じゃなかった。2発連続で外してくんないと意味なかった。よし、これで攻撃チャンスが生まれたね。あ、ここで怒りやっててもしょうがないからね。せめて3発で倒せて。あー、全然倒せるじゃん。あ、外れた、勝った思った以上に。あれ、俺攻撃力上げたっけ。あ、2回上げたか。ゴルバットで上げてたね。やりました。いや、今こんぐらいダメージ与えられるの俺結構希望を持っているんだけど。完璧じゃねえかこれ。渡るのプテラの岩なだれぐらいでしょ、怖いの。でも硬くなるあるからね。最初のギャラドスで詰めばいいだけだと思ってんだけど、大丈夫かしら。よし、行こうか。うん、その聖なるドラゴンをね、虫一匹で倒します。はい、行きましょう。渡る戦、まあでも初代の渡るは別にね、まあ大文字されたらやだなぐらいだけど、破壊光線とかもあるから硬くなるから入る。何してくんだろう、あとハイドロポンプかな。あー、竜の怒りか。まあ嫌だけど別に。じゃあもう怒りしとこうかな。怒ってるね今日も。蜂が竜の怒り、いいよ、ボルテージ上げていこう。次か、違うな、2ターン目で多分もうあれだな、テラ来そうだよね。テラ来る前にやれるだけ能力上げれるだけ上げておこう。あ、しかもあれか、瓦割りで等倍っていうのがいい、助かるね。42か、いやまだいけるかな。やめとこう。急にね、あーほら急に変な技使ってきた、あぶねー急だな、何だったんだ今まで。80も受ける、そんで次もどうせ竜の怒りだから別にいっかなって一瞬思ったけど危なかったな。反動で動けない、いやなるべく積みます。やべ、何回積んだか忘れた。80ちょい受けるんだよね、赤い光線が。でも硬くなるやってるからいけるね。完璧じゃん。最初に初手がギャラドスっていうのがこいつのねダメなとこですね。敗因です、すべての。私は詰めるだけ詰みます。 OK、 これ次何やっていくんだろう。破壊光線かな。なんかやってきた、また危ねえ。なんで最後だけこれやっていくんだろう。あ、もう全然破壊できない光線になってる。これで6回ぐらいだよね多分。よし、そしたらここで怒りですね。ほら、これなんだかんださ、PP アイテムなくてもいけそうだよね。今んとこの残りだと。いや、いけないな。最後だけ無理だ。PP エーダー1個しかないんだよな。あー、破壊光線。OK、完璧。回復して倒して HP 満タンでいけんね、これなら。完璧です。反動で動けない。どうしようかな。まあ、いいか。完璧じゃないじゃん。なんだよ。もうちょっとボルテージ上げていこうよってこと？ギャラドス半分与えるんだったらもういいな。あー、全然与える。オッケーオッケー、やるやる。やります。殺しにかかる。全力でやりにかかろう。71レベル。はい、こんな感じね。防御がようやく90だ。71レベルにして。あら、海竜なんだ。翼で撃ってきそうだね。ボルテージ上げとこうか。ほら、あー、なんか全然違う、想定と全然違う技やられた。ボルテージもうちょっと上げたいな。激凛なんだ。どんぐらい。いやー、ちょっと強いな。とはいえ大丈夫だな。60しか受けないんだね。海竜の激凛でそんなもんか。なかなかやっぱ特防が高いね。いいよ、うねうねしている。これはいけんだろ普通に。いやもう怖いのがさ、リザードンだけなんですけど。リザードン大丈夫かな。あ、混乱してくれた。いやでももういいや、もう倒します。倒せるよね。うん、これ白竜とかは一撃で俺いけると思うんだけど。どう、ラプテラからか。141大丈夫か。倒せ。あー、素早さが負けてる。そもそも
あ、全然ウケないそうだよね、だって硬くなってんだもん。いや、思った以上にウケなかったな。あ、やりました。意外といけるぞこいつ。いや、やっぱ硬くなるを取っといた俺のファインプレーだな、これは確実に。ほら、あっちにやられろ。はい、これはいけるぞ。やっぱ結局ポケモンって積みゲーだよな。積めば勝てるよな。まあ、逆に言うと積まないと勝てなかったけど。ビルドアップってそういえば拾ったけど覚えないのかな。まあ、ビルドアップできなそうか。何せこの細腕だからね。マックの CM 目指してるぐらい M にしてるよね、体。そしてライバル戦。いやー、これ勝てないとしんどいなー。でも PP 回復するしかねえもんな。よし、 PP 回復して、 HP 回復して、キレートレモン飲んで、完璧。ゲップ出そう。これでも2体目にリザードが来るようなことがあると勝てないな。まあ、あとピジョットが砂かけ覚えてた場合ね。ああ、この主人公じゃないよ、ライバルのポーズね、完璧ですよ。この細かいところも。とりあえず硬くなりましょう。どんどん硬くしよう。すごい硬くなってるって言われたい。よし。あー、待って、威力がわからない。あー、まあまあ急所で事故る可能性あるなぐらいか。160ぐらい受けそうね、急所だと。まあ急所には当たんないことを祈ってやるしかない、もうこっちは。いやー、でも2体目何かわかんないから、もうピチョットでね、限界まで攻撃も上げるしかないな。まだ耐えるよね。やめとくか、念のためね。うん、何受けた ?42。ダメだった。いや、硬くなるプレイはいけた。硬くなっていく。どんどん、うわー、あるんかい、やっぱり。とったれだな。いや、でもリザードンはどの道ツバメ返しだからいいか。あーるんかークソすぎるこのピジョット。いっぱい一匹縛りの天敵すぎんな。今後も初手に出してくんなよこんなやつ。ずっと砂かけんじゃん、しかも。マジか、こっちが積んだからか。怒ってますよ弱虫は。 OK、 いいよ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 。いや、これ厳しいな。2体目のポケモンにかけるっていうのもありだけどな。これサイドンとかどうすんの。瓦割り当たんないと勝てないぞ。うわー、キモすぎない、鳥肌立つわ。いや、でも硬くなってるからいけるか、別に。もういいもういい、いいよ大丈夫。これ外してもボルテージ上がるよね確か。あ、オッケー、2位ね。これで攻撃が上がりきんないのがやばい。これで1段階、最低でも4段階上げたいな。途中でもう1回フェザーダンスやられたらどうする。発狂するぞ。これで2段階ね。まだ大丈夫、めっちゃ当たんな。そんでよし、3段階アップね。いいよいいよ。そうそう、びっくりした、急所かと思ったからの。あ、オッケー、もうやってこないと信じていい、大丈夫そうですか。今3段階アップだよね。よし、これで4段階。これ外れても、ああ上がんない、上がんないじゃんボルテージ。マジか。ああ、そういうことか、1回前に当ててるからか、回復挟んだからダメだ。やっべえいや、そっか、そうなんだ。どうしよう。3、あ、オッケー、当たった、ナイスだけど、ちょっと HP が不安残るなー。あ、でももう次であれか、これで4段階 OK、 しょうがない。よし、こうも倒しに行きましょう。あ、そうか、ツバメ返しあるからね、大丈夫。敵によってはだけど大丈夫。今4段階アップね。次は、あ、オッケー、フーディンね。フーディンなら大丈夫でしょ。あ、回復、いやー、でもどうなんだろうな、未来予知とかされてなんか中途半端にやられている可能性あるからな。あ、オッケー、サイドンからか。いやー、そしたら怒り PP 回復してるんで上げましょう、限界まで。いや、素早さ下げられんのはまずい。いやー、マジか。いやー、じゃあもういいや、一撃で落とすことの方に振り切ろう。まあ4段階アップだから
これで5段階アップ。リザードン、まあそうね。やるしかないよね。一撃で落ちるんかな。いや、素早さ落とすことに長けすぎてるだろう。一撃で落ちるか突進。待って、これで、マックスな気がする。これでマックスだよね。どう？ああ、マックスだね。オッケー。やりましょう。いけるよ、俺なら。よし、そしたら、まあ、ここは瓦割り当たるのを、あ、待って、でも地震。サイドン、いや、きちいな、これ。HP が結構減ってる状態でしかいけない。次、リザードン。やばいな。サイドン、さっさと倒すべきだったか。よし、そしたら、突進してくれた。オッケー。いや、急所じゃん！危ねえ！いや、当てんなよ、ここで。絶対当てんなよ。よし、危ない、セーフ。ふぅ。サイドンがなぁ、ロックブラストやってくれると思ったんだけどなぁ。間違えたよな、完全に。どうしよう、これ。あー、まだ当てないか。いっそ、自信を枯らすのもありだけどな。あ、オッケー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 。オッケー、当てろ、ここで当てろ。あ、当てない。あ、突進してきてくれた、最初から。これでね、こんぐらいの HP で勝ちたいんですよね。あ、オッケー。自信枯れたかもしや。ワンチャン枯れたな。当てろ。そっか。いや、もうツバメ返しで倒せんじゃねえか。いやー、そっか。枯れてるんだったら、でもあれだったな。141じゃ微妙だ。あ、オッケー。いや、これは突進で行ってもらおう。いやー、信じられない。うわー、そっかー、そうだよねー。でもこれ HP 高い状態でリザードいければ初手でもしかしたらね、煙幕とかやってきてくれるかも。 OK、 ナイス。初手煙幕やってくれて、煙幕か怖いかをやってくれれば一撃じゃなくても勝てる。耐えればだけど、耐えればね、耐えれば勝てるよ。ですよね。お願いします。無理か？無理なのか？無理だったー。マジかー。しんどいなー。はい。はい、戻ってきました、あと。いやーねー、これ結構まずいんだよな、今。なんかアイテムさ、いっぱい拾いに行って、売って、回復アイテムを買ってきたんだけど、もうあんまり、あと15個ぐらいしか持ってないから。で、PP アイテムももうね、使っちゃったので、もう PP エイダーはどっかにあんのを拾いに行かないと、勝てないね。どうしよう、これ。ピア弱えな、やっぱ。いや、てか3世代目がちょっとむずいよな。このピジョットが砂かけとフェザーダンスしてこなきゃそれでいいんだけどな。ただそれだけの話なんですけどね、俺は。ツバメ返し。危ない、びっくりした。はい、積み終わって、あと怒りで攻撃力を上げるだけ。フェザーダンスくんだよ。よし、オッケー。積みましょう。はい、ということで、あれ、あと2発だっけな。これで5か6段階上がったはず。フェザーダンス受けてるんで、8か。これで、多分マックスですね。あとは、いや、砂かけ何発食らったか知らねえな。ちゃんと見てなかったな。とりあえず、つまみ返して倒してほしい。あとか、これ倒せないとリザードン絶対落ちないもん。そんで、次、サイドンだよね、問題は。あ、フーディン忘れてたわ。フーディンずっと空気だな。まあ、とにかく瓦割りを一発目で当てればいいだけだから。頼むぞ。砂掛け多分2、3発しか受けてないはずなんだよね。50% ぐらいあるでしょ。はい。オッケー。わかんねえけど、どんぐらい砂掛け受けたか。とりあえず、やるよね。やるよね。あ、オッケー。問題は、まずリザードに先制するのかっていう、素早さでも下がってなかったらいけるよね。
で、ツバメ返しで一撃で落ちるのかというところお願いします。あ、オッケー、先制する、やれ、倒せ、お願い、倒してくれ、本当にお願いお願い、やれ、うわおい、やったやりました倒さねんかい、しかも。あぶねー、あー、まあまあまあ、どの道勝ったよね。あぶねー、あぶねー。攻撃力マックスまで上げても落ちないんだ。はい、いや、しつこいしつこいしつこいけど、これもうこっちは攻撃外さないんでね、大丈夫でしょう。よかったー、マジで負けてたらほんとやばかったからな。はい、今これでツバメ返しの PP なかったら笑けてたけど、さすがにツバメ返しと怒りは回復したんで、でなし、大丈夫だよね。はい、最後がギャラドスね、大丈夫だよね。やったぜー、とか思ったよりちょろかったな。でもまあ時間はかかったけどね、結構とか言いながら破壊光線急所で負けるとかそういうのやめろよ。いらんぞ、マジで。マジで、結構積む可能性すらある、負けると。やれよ、うん、あー、オッケー、ありがとうびっくりもしない技にしてくれたら助かります。はい、やりましたー。あ、上がらんのかい。はい、そんな感じで、無事ね、ファイアレッド一匹縛りプレイ、ビードルバージョン。終わりましたね。すごいなんかかっこいい場所で勝負してるけど、あの近距離でバトルしてたのかな、ポケモン出してんのに。もうちょっと離れたとこから会話できてもいいよね、別に。はい、まあこんな感じで、時間は結構かかってるぞ、多分8時間は超えてる気がするんだけど。なかなか疲れましたね、累計したのを見ると。下のピカピカ具合がね、誰が吹いてんだろうね、ここ。天皇の中だと、まあ、菊子おばあちゃんがなんか頑張ってくれてそうだよな。いや、菊子おばあちゃんが芝を使って掃除させてそうだな。で、カンナさんは見てそう。渡るはね、やってるの知ってるけど、見て見ぬふりしてそう。よし、そしたら、時間が、スピア頑張ったね。はい。8時間24分。こいつより遅いやつはなかなか出ないだろうな。弱えな、やっぱ。スピアって弱いね。いや、クリスタル版よりだいぶきつかったですね。うん。まあ、ヘドロ爆弾がさ、簡単に手に入んなかったのが一番良くなかったな。ヘドロ爆弾あったら、だってもうちょっと簡単だったよね。ツバメ返し、いや、瓦割りがいらなかったかな。うん、瓦割りになしでね、ヘドロ爆弾でやれたもんね、多分、ガリと。はい、まあそんな感じでスピアバージョンね、まあクリアできました、ありがとうございます。まあ辛かったですね。うん、まあ初代でもクリスタルでも3世代目でもきつかったっすねいずれ宝炎でもやろうと思ってんだけどさ、初代のポケモンで宝炎の方がまだマシかな。メザパもさ、そういえば物拾いでしか手に入んないみたいのを見たんだけど、そうなのかな。ちょっとそれあたりがちょっとつまんないですね、ファイアレッド。うん、技の種類がほんとちょっとしょぼいよね。破壊光線を買うっていう手段あったか。まあでも出てくる順番わかんないと安易に使えないからな。まあ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 、そんな感じで、ファイアレッドね。次が誰だろう。ポケモン図鑑順にファイアレッドもやっていこうと思ってるんですが、ちょっとファイアーポケモン図鑑ね。多分、ポッポだよね。ポッポ鬼スズメぐらいだったと思うんだよな。あー、ポッポだね。ポッポの後コラッタか。ポッポコラッタ鬼スズメアーボと。で、ピカチュウ。まあ、どうだろうな、ポッポ。まあ、砂かきあるからなんとかなるかなって思うけど。まあ、わかんないですが。まあ、ファイアレッドもね、今後もちょいちょいやっていくので、よかったらよろしくお願いします。やっぱ特性と性格と、あと努力値か。努力値も、ここに振られてるからね、多分。うん、あと相手の技も強くてね、AI も。あと回復アイテムもいっぱい使ってきて、やっぱちょっと難易度高いな、今までのより。まあ難易度高い、ちょっと高いんで、うん。まあ頻度は多くないんですが、よかったらよろしくお願いします。はい。ファイアレッドのエンディングはね、長いんで、この辺りで終わろうと思います。
はい、いつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。